定計算の結果ね、はい、まあタンパクアルブミン AD この辺は全然いいと、 ALP だけちょっと高い、でも59だからさ、うん、もうほぼ正常ですよ、うん、こんなんは治療に相当しませんよ、はい、膵臓の機能も立派で、これがちょっとだけ高い、ここは肝臓ね、うん、ただまあこの膵臓の検査のリパーゼは感度が 60% です、うん、ということは高い子は6割の子は膵炎がある、4割の子は高くてもないと、その程度のレベルなんで、これを膵炎の検査を詳しくしようと思ったらもうちょっと別の検査があります。だけどそこまではさ、あればやっぱお腹痛いとか、うん、じーっとしてるとか、うん、ね、ううが入ったり下痢したりとかそういうことがあるんでね、はい、そういうことないと思うから、はい、そんな詳しい検査はしないですね。だから腎臓、これがね、こっちが若干高いんだよね。これ、クリアチン、なんでこれ 2.1 だ、これ間違ってるよね、クリアチン全然これ違うよ、1.0 です。1.0 までが正常です。1.24、前この間の時 1.11 と 1.24、若干高いんですよ、クレアチンっていうのはね。でもう一個の尿素指数は正常なんだけど、でこのクレアチンが、いやこのことさ、アクシデントがあって多臓器が効くのを落ちてたじゃないですか、はい、だいたい外から見たらだいぶいい感じになってきて、歯ブスもだいぶ良くなってきてるんだけど、やっぱり少しダメージが残ってたと思うんですよね。で猫でね、年取った子って慢性腎臓病になる子多いんですよ、うん、でそれの一番の指標が今のクレアチン、はい、で 1.0 以下が正常です。で1超えてくると元気です、うん、ステージ1、うん、で 1.6 未満がステージ1です。で 1.6 超えてくるとステージ2になります、うん、そうすると症状としては元気なんだけど、お水たくさん飲むという症状があります、うん、で今度ステージ3になってくると、まあ、2.8 超えて5までもう吐いたりとか食欲なくなったりとか血剤が悪くなったり、うん、で5を超えてくるともうフラフラになってきて、貧血してフラフラになってもう元気なくなって、うん、で多飲多尿がある程度まであるんだけど、限界超えるともうお水も飲まなくなっておしっこできなくなって、うん、なくなっちゃう、うん、そういう症状が慢性腎臓病だから、初期の段階は全然症状ないんですよね、うん、だけど腎臓はじゃあどんだけ残ってるか、うん、元気だったら 100% だよ、1にするからって。でも1超えてくると腎臓の3分の2は機能が落ちてくるって言われてます。3分の2ダメでも3分の1が元気だったら元気なんですよ。でステージに多飲多尿という症状が出てくると、もう腎臓の4分の3が機能がダメになってきてる。そういうことで、ちょっとここじゃないですか、そうですね、2回続けて。だからおしっこを取りたかったんですけど、ちょっとね、タオルを敷いちゃってたから、おしっこしてくれたんだけど、タオルにしちゃったんで、おしっこもし取れたらでいいんですけど、今日入れ物出しときますから、吸って持ってきてください。まあ取れんかったらいいですよ。また今度の時にここで調べますんで。点滴した後気をつけてれば、うまく取れるんですけど。シートに落ちたのを、そうそう、シートを裏返しといて、そうか、裏返しといて、吸ってきてもらって、で、ね、で、ちょっと今から24時間以上経ったやつね、はい、の方がいい、そうか、はい、点滴してるから、はい、そうですね、いつもより薄まるんで、で、一応そのスピッツと、あのスピッツ入れ物とスポイドを出しておきますね、はいはい、で入れ物は2つ出しておきますけど、はい、あのフレッシュなやつを持ってきてください、はいはい、そんで、そう、ここもちょっと高いでしょ、次、脂質代謝、まあいいですね、コレステロール、中性脂肪性、カルシウムも正常、リン、これはですね、若い子か、あと腎臓が悪くなると上がってきます。腎臓もこのステージ3超えてくると、だからまあ正常です。血糖値85いいですね。白血球数も8600、もう落ち着いてきましたね。ここで赤血球の数798万、まあ、この間より下がってるけど、まあ数的にはだいぶいいとこですね。ヘモグロビンもしっかりしてきてるし、ヘマトクリット値、これがもうちょい欲しいけどね。24って書いてあるけどさ、24では貧血だから37が欲しいんだよね。37.0、もう一息欲しい、これはね。でもちょっとこの辺飛ばして、血小板24万、ちょっと低いって出てます。ですが
私あの血液トマツで今日赤血球とか白血球とか血小板見たんですけど、しっかり出てました、うん、血小板ね、血液トマツで見たら、うん、ちょっとこっちにまた飛んじゃいますけど、白血球の数も9700、この時が、いつだったっけ、8000だった、うん、まあそんな感じですね。で9700の内訳も見ました。そうすると高中球は2900、これが9000の演習で増えます。まあ正常の低いところです。ガリンパ球が6200、これは調子が悪いと1400切ってきます。体調が良ければこの間で多いですね。とても多いから体調いいんでしょうね。だから短期は慢性の炎症で増えます。もうほとんど下がってます。骨折があるにもかかわらずね。だから高酸球は寄生虫アレルギーで増えますけど、まあ正常です。だから内訳もとってもいいと。だから赤血球の一個一個もね、だいぶ色がしっかりしてきました。当初もペラペラの赤血球だったけど、だいぶしっかりしてきて、それから100個見たら1個は若くて大きいやつ、要は若い赤血球もそれなりに出て、で、大人の赤血球もそのペラペラじゃなくなってきてますから、いい感じになってきてます。はい、で、まあ、血小板これ低いに出てるけど、これそんな気にしなくていいと思います。だから SAA、これは猫の炎症マーカーですね。まあ正常ですね、はい、低いから、はい、からナトリウム、これは昔のナトリウムの調べ方で、うん、あ、ナトリウムじゃなくてごめんなさい、 ALP の調べ方で正常です、うん、からここは電解質のバランスを見ますけど、ナトリウム、カリウム、クロールと食べが悪いかったらね、うん、あのバランス崩れますけど、うん、正常範囲にはまってます、うん、から10日アルブビンって過去2週間の血糖値の平均、はい、あの糖尿病が上がります、正常です。から肝臓がめちゃ悪い子の場合は下がります、うん、正常です。でこの胆汁酸が、まあ、ちょっと前回もそう、ね、この時もその前もちょっと見てなかったんで、これはちょっと過去ね、うん、T4 甲状腺ホルモン、これは若干低いですね。で甲状腺ホルモンはですね、まあ、ここにありますわね、猫ちゃんこの辺からちょっとこの辺下にある子もいるんだけど、で猫でね甲状腺のホルモンが出が少なくなる子は生まれつきの子しかいない。大人になってから甲状腺機能低下になる子は 1% もない、 0.01% ぐらい。それよりも年取ってから甲状腺機能亢進症になる子はやたら多いです。で犬はその逆なんだよね。子供によってちょっと違うんですよ。そこは不思議なところなんだけど、なんでかはちょっと分かってないわけだけど、でも実際そうなんですよ。でまあちょっと低いんだけど、いつも低いわけじゃないからさ、低めではあるけどね。まあ経過観察ですね。でフィラリアの抗体検査は、まあ、1回昔に調べてるからもう調べてませんけど、はい、猫もフィラリアにかかりますんでね、はい、だからあのあ、そっか、その予防をしとかなきゃね。そういやもう猫のフィラリアの予防でこの子入院中してたんだけど、もう切れてるんで、今日これつけてね。猫ちゃんも犬の病気って思われてるんですけど、こちら、レブリオシュンプラスの前もつけてたんですけど、一月なんですね、効いてるのが、はい、でもちょっと一月過ぎてるから、はい、レブリオーションプラスつけて、これつけますね。で、この成分、セラメクチンとサローラネルっていう成分が入ってますね。で、これが、セラメクチンが蚤、はい、ミミヒゼンダイ、あの、海鮮ですね、皮膚の表面に、その耳とかね、あとお腹の寄生虫、それから血管にすごい寄生虫、その中にも予防してくれますね。からもう一個はこちらがマダニも予防してくれます、はい、昔はこれ入ってないんですよ。だけどここ何年間かさ、マダニを媒介して猫の病気が人間に移る、そういうズーノーシスが結構ね報告されてるんですよ、日本で、はい、ただそれで亡くなっちゃう人いるんだけど、そんな何百人も亡くなってない、でも何十人は亡くなってるんで、で猫も家猫なんで絶対マダニにつくことまずないじゃないですか。でも人のズボンかなんかについて猫につくことはあり得るんで、うん、まあこういうのが今入ってますね、はい、分かりました。つけた、んでそれぞれ出してもらいますね。んでなんだっけ、うん、ということで今回ちょっとこれを2回分ね、
ちょっと追加で調べさせてもらいました、はい、で、まあ、これ急ぎじゃないから病院で調べてないんでね、はいはい、あの3日4日先になります。で、はい、もしよかったらここの引っかかるところ、はい、この胆汁さんのとこ、まあこれはこんだけしか書いてないから見てもわかんない、はい、まあ読めたら見といてください。はい、はい、つけてくれた、はい、ありがとう。なんか最近自分から入らんの入らんありがとうございます。それで体重も4750ありましたから、はい、あの前回が4700、はい、その前が4550、それなりにちゃんと食べさせられてるみたいなんで、はい、あの時間だけちょっとだからいきなり8時間無理だったら10時間でもいいですから、わかりました。12時間以上さない時間を作るようにまずはしてください。それでもし可能だったら12時間に食って食べる時間ね、18時間ぐらいまで持っていけれると、いや最終的には自分で食べてくれることが目標だからさ。そうですね。というふうに、ね、次回は1週間後。あ、わかりました。はい。だからまあ8日だけど、まあ、うん、天気がいい日ね、はい、月曜日か火曜日か、はい、そこら辺で。お薬でまだ残ってるんですよ、少しは。3日分は丸々あります。じゃあ月曜日か火曜日か木曜日かどうか、うん、天気のいい日に来てください。はい、わ、はい、かりました。雨降ってるとね、なかなか大変だもんね、連れてくるの。そうですね。で、またちょっと、なんか、最近は天気やけど、本当はもう梅雨に入ってるんですよね。そうですね。おかしいんだよね、最近。なんかよくわかる。日本の気候じゃなくなってきてるみたいな感じなんだけど。はい、じゃあお薬とね。で、今日あの爪切りとかね、足の裏毛、やっぱ爪はそんな伸びてないけど、足の裏の毛が伸びるの早いんですよ。あー。切っときましたんで。はい、わかりました。あと肛門腺もちょっとだけ出ましたから、出しました。治療以外ね。ただ怒るね最近。そうですね。でもまあ怒るからで大暴れするわけじゃないんですけどね。口で怒ってます。そう、なんか爪切りとかしてる時とか。飼い主にもこう来るのでガブって。え、そうなの？そうなんですよ。ガブって来るの？やだって時はなんかガブ。本当。もしガブってきた時は怒ってくださいね。あ、わかりました。あのその代わり低い声でね、一言だけ、はい、ダメとかノーとかで叱ったら。5秒経ったら、おいでってご褒美、おいでってご褒美、それをやらなあかんですけどね、3回はやってください。あ、わかりました。だから叱ったら3回褒めるというか、言い聞かせるのは絶対やってほしいです。そうそうそう、そのダメが効いてくるから。あ、そうなんですね。叱りっぱなしが良くない。うん、叱ったらその後、ただ手で食べるもんね、この人。そうなんですよ、ね、まあ、なでなで。なでなで、ね、それしかない。おいでってなでなで、噛んじゃダメだよと、優しく話しかけると。それが大事です。噛んじゃダメだからさ。そうですね、うん、そうなんですよね。まあ、それもじゃあちょっとしつけのこともやったってください、はい。